覚悟を決めましょう。人気の上では2番鈴木博一、そして5番松本康、6番松尾博文と3人での人気になりました。ブルーランプが消えてスタート5秒を切りました。3秒前、9レース準々決勝 A スタートしました。7番小林瑞希がいいスタートを切りましたが、内から2番鈴木博一が飛び出していきました。乗って小林瑞希、さらに丸山聡、内からは3番永田貴教、小林がバランスを崩して後方では6番の松尾博文が落車してしまっています。さあ先頭は2番の鈴木博一、2番手は3番永田貴教の体勢です。3番手混み合ってきて8番丸山聡、外は4番泉田修介、あとは7番の小林瑞希が立て直しながら3番手を伺ってくる。後方5番松本康がさあ4番泉田の懐を狙おうとしています。最後方が1番尾形浩一、先頭は2番の鈴木博一、リードはわずか。2番手3番永田貴教、あとは8番丸山聡の懐に総3秒29、この気力を持って7番小林瑞希の台頭がありそうで、3番手を伺ってくる。あとは少し距離が空きました。5番松本康が後方、5番手を進んで1番の尾形浩一、4番泉田修介後方です。先頭2番鈴木博一、まだ1車身半のリード。3番永田のところ仕掛けの体勢を作って7番小林瑞希ですが、鈴木博一がコースを守っています。3番永田と7番小林瑞希、さあ32機三つの目線、残り2周。8番丸山聡も追いつきざまにチャンスを伺うが、さあ前は3人集団、2番の鈴木博一、3番永田貴教、さあ永田のまくりをまた受け止めて2番の鈴木博一、小林瑞希は3番手で、さあチャンスあるかどうか。残り1周のブルーフラッグ、さあ永田の差し、永田の差しが決まって残り500、3番手7番小林に、ところから5番の松本康、さあ32機上位4番手まで固める体勢になりまして、最終コーナー先頭抜けた3番永田貴教、永田貴教先頭降臨。3連単3番2番7番106,910円、210番人気。3連複2と3と7の組み合わせ。決めましょう。場内屋根のない場所で観戦されるお客様、傘を差している方とそうでない方、半々に見受けられます。10秒前です。ブルーランプが消えました。スタートまでは3秒前、10レース準々決勝 A スタートしました。一番篠原敦が渾身のスタート構成、まずは1コーナー先取りの構え、大外から8番浦田慎介乗っていくが、3番佐藤孝也とやや交錯か、下がりました。2番大木光が3番手で、内からは7番内山隆秀、さらに6番三浦航平、後続が殺到。4番青島雅樹が後方で、最後方が5番鈴木誠司、スタート行けず1番篠原敦が先頭です。3番佐藤孝也が2番手を奪い取っていって、大木光3番手になりました。あとは8番浦田慎介、やや内を開けていって、7番内山隆秀がその外、インコース4番青島雅樹など中段どころはまだ混沌としています。1番篠原が先頭、リード1写真離れません。むしろ追い詰めてくる3番佐藤孝也、先頭を伺う足色だ。この両者から2車身少々距離があって、3番手は2番大木光、さあ大木光が残り3周回かかってきた印象があります。8番浦田慎介がその後ろ、前3人三つどもえ戦、1番篠原が先頭、リードはわずか。3番佐藤孝也、そして外につけて2番大木光、両者を揺さぶっていって、佐藤孝也はその進路を阻みながら2番手の位置を守っている。
4番手には4番青島雅樹がさあ位置を上げてきている。先頭1番の篠原、2番手3番佐藤孝也、3番手を目指し4番青島ですが、その構成は大木が抑えました。浦田慎介は5番手、内山隆秀がその後ろ。残り1周回ブルーフラッグ、1番の篠原が先頭、2番手3番佐藤孝也、距離感は終始変わらず大木3番手、4番青島4番手で最終コーナーです。1番の篠原先頭、2番手は3番の佐藤孝也、大木光る詰め寄るが届かないか。1番篠原篤史、990長昇降臨190円、1番人気3連単、1番3番2番1320円、3番人気3連複1と2と3の組み合わせ。こうしたコンディションを受けて6番高橋光嗣に俄然支持が集まりました。対照的に伊藤信夫人気落としています。ブルーランプが消えます。スタートまでは3秒前、11レース準々決勝 A スタートしました。さあ5番伊藤信夫、まずは気合のスタート決めましたが、外から7番岩崎良一が行っています。高橋光嗣、5番伊藤信夫バランスを崩して滑らせています。岩崎良一スタート構成鮮やかに決めて先頭キープ。さあ各選手コース取りはどうか。伊藤信夫、あれほどの滑りがありましたが、2番手から追い上げの体勢を作っています。2周回目、3番手1番荒井啓太、その後ろ6番高橋美鈴、少々スペースがありません。位置を下げて4番斉藤哲司と3番田村二郎、これらが 4,5 番手を形成です。最高峰、いや8番の神谷美が高橋美鈴をまくっている。最高峰が2番田中進、7番岩崎良一のペースで5番伊藤信夫が追随、そして1番荒井啓太3番手、高橋光嗣はなんと7番手、3番田村二郎は斉藤哲司を攻略していきまして、さあ上方と高橋少々競り合った。残り3周、7番岩崎が先頭です。追い詰め続ける5番の伊藤信夫、コースを完全に外さない。この両者先頭2番手で荒井啓太が伊藤信夫のところ突こうとしましたが、ここはまだ引いての3番手の位置。3番田村二郎4番手、さあ気を伺っている3番田村二郎、荒井啓太がもう一度伊藤信夫のところ伺っていきますが、抑え込んで5番の伊藤信夫、接触があって1番の荒井なんとか2番手を守るが、もう一度外から応戦、5番伊藤信夫2番手をまた奪い取って外から代わって3番田村二郎が位置を上げようとしています。2番手争いは三つどもえ戦。しかし先頭7番の岩崎、残り1周ブルーフラッグ、2番手は5番の伊藤信夫、3番手1番の荒井啓太、高橋光がようやく5番手ですが、田村二郎との争いだ。先頭7番の岩崎、食い下がり続けた5番伊藤信夫、前線して2番手1番の荒井啓太3番手、岩崎良一先頭降臨。岩崎良一が制しました。1コーナー1番車の内線突破の疑いでございます。お待たせいたしました。審議の結果をお知らせいたします。1番車に5周回1コーナーにおいて内線突破の疑いがあり審議いたしましたが、内線突破はございませんでした。3連単7番5番1番83,160円、124番人気3連複1と5と7の組み合わせ。さあ気を伺っている3番田村二郎、荒井啓太がもう一度伊藤信夫の懐伺っていきますが、抑え込んで5番の伊藤信夫、接触があって1番の荒井なんとか2番手を守るが、もう一度外から応戦、5番伊藤信夫2番手をまた奪い取って外から代わって3番田村二郎。
超豪華メンバー集結の12レースグランプリ特選ゼロメートルオープンです。最内は SGV5、 初日には900勝達成メモリアル荒尾聡が入りました。その隣 SG 初タイトルはこの大会木村武史、そして2016年の大会覇者中村雅人、そして SG 初タイトルはこの舞台でした若井智和、そして今シリーズ唯一負けなし2018年2019年の覇者ナンバーワン青山周平です。そして来季は6期ぶりナンバーワンに返り咲きますオートレースグランプリ、今年も最年少グランドスラムをかけての勝負は鈴木圭一郎、そして今日のコンディションを考えると ブーン超級だったかもしれません早川聖太郎、大外永井大輔にも同様のことが言えそうです。人気三つどもえ戦、1番荒尾聡、5番青山周平、6番鈴木圭一郎、ブルーランプが消えていきます。スタートまでは5秒を切りました。3秒前、12レースグランプリ特選スタートしました。揃っていますが5番青山周平真ん中からスタートを決めて先頭1コーナー乗っていくのは6番鈴木圭一郎、3番手が1番の荒尾聡、4番若井智和競りかけましたが4番手で、2番木村武史がその後になっています。7番早川聖太郎は現状6番手、打ちを指したのは3番中村雅人、最後方ちょっと遅れて8番永井大輔、先頭は5番青山周平、近い距離に6番鈴木健一郎、さあ現ナンバーワンナンバーツーの共演が序盤戦から繰り広げられています。3番手距離があって1番荒尾聡、4番若井智和、さらに距離に2番の木村武史も僅差で続いていて、これらは3番手以降の争い。さあ先頭5番青山周平、6番鈴木圭一郎、何度も何度もこの大舞台でこの両者のマッチアップを見ています。青山周平、鈴木圭一郎一騎打ち、残り3周、3番手は大きく差がついて1番の荒尾聡、内に4番の若井智和、さあ若井も荒尾との距離は空けません。2番木村が下がって捉えたのは中村雅人が5番手に上がってきている。さあ先頭は5番青山周平、残り2周回、スカス離れず6番鈴木健一郎、両者のマッチアップはこれはもう終盤戦まで続きそうです。5番青山周平、6番鈴木健一郎、そして3番手は依然として1番の荒尾聡です。残り1周のブルーフラッグスタート行った分、5番青山周平アドバンテージを生かしまして6番鈴木健一郎2番手の位置、3番手1番荒尾聡にもう一度4番若井智和も同勢をかけ続けましたが、どうやら4番手がいっぱい、最終コーナーを回ります。5番青山周平先頭、4連勝で明日のセミファイナル進出。40円1番人気3連単5番6番1番、1360円2番人気3連複1と5と6の組み合わせ。注目の結果は